ハンス・イエスタ・ペイヤソンは、第二次世界大戦期のナチス・ドイツ武装新兵隊、スウェーデン人に幽兵。第 11SS 義勇総攻的弾兵士団、ノルトラントに所属し、第 11SS 総攻偵察大隊第3、中隊長を務めた。独ソ戦後期の1944年から1945年の、アイバ、バルト三国、ポメラニア、ベルリンの戦いで、 武装親衛隊の装甲車中隊指揮官として活躍。武装親衛隊に所属したスウェーデン人義勇兵の中で最も多くの国将を獲得し、最も高い階級に昇進し、そしてベルリン市街戦で最後まで生き残ったスウェーデン人義勇兵となった。最終階級は SS 隊員。他の日本語表記としてハンス・ゲシューター・フェハーソン。 ハンス・ゲスタ・ペイアソンがある。スウェーデン王国、ブレイキンゲ県カールスクローナ1910年10月10日、ハンス・ゲスタ・ペイアソンは、スウェーデン王国、ブレイキンゲ県カールスクローナに生まれた。父親は、スウェーデン軍の歌手官であった。実務教育及び、4ショーピング家にエークシェへの、スモーランズ連隊での勤務を経た後、ペヤソンは、就職に関する事情で、 隣国デンマークの首都コペンハーゲンへ移住した。1936年5月8日、ペイアソンは第一次世界大戦の際に戦災孤児となったオーストリア人女性と結婚した。ペーアソンの妻の養父は工場を経営する裕福なデンマーク人であり、ペーアソンは義父の工場に科学者として就職した。 ちなみに、スウェーデン国内においてペーアソンは1933年に、発足したファシズム政党、国家社会主義労働者党の支持者であったが、デンマークに移住してからは、デンマークのナチ政党、国家社会主義デンマーク労働者党の支持者となった。ペーアソンは、第二次世界大戦が勃発する前も、1940年4月9日の、 ナチスドイツによるデンマーク占領後も他のデンマークナチ党員と共に熱心に活動していた。1941年6月22日、ナチスドイツはソビエト侵攻作戦バルバロッサを開始した。その約1ヶ月後の7月21日、ペアソンは武装親衛隊の指揮下でソビエト連邦と戦うデンマーク人義勇兵部隊デンマーク義勇軍に 志願入隊した。1942年5月以来、クリスティアン・フレデリック・フォンシャルブルク SS 少佐率いるデンマーク義勇軍は東部戦線のデミアンスクやイリメニコ周辺で戦った。デンマーク義勇軍第二中隊の SS5 長として参戦したペアソンは6月1日に SS 総長へ昇進し、8月2日には二級鉄十字章を授与され、 第4位中隊の機関重症隊長に就任した。そして、その軍事的才能を認められたペイアソンは1943年2月1日に、バート・テルツ・ SS 士官学校に入学、第9期戦時商工用課程を履修し、同年7月31日に卒業した。バート・テルツ・ SS 士官学校卒業後の1943年8月20日、 SS 連隊付上級士官候補生としてペアソンはその頃に創設されたノルトラント師団の総合偵察大隊に配属された。ルドルフ・ザール・バッハ SS 隊員が指揮を取る第 11SS 総合偵察大隊は2個偵察中隊、2個総合的弾兵中隊、1個重兵器中隊からなる総員約800名の偵察大隊であった。その第3中隊は バルター・カイザー・ SS 中尉が指揮を取り、4個小隊で構成されていたが、ペーアソンが小隊長を務める。第4小隊には、約40名のスウェーデン人義勇兵が所属していたことから、非公式ながら、第4招待は、スウェーデン招待と呼ばれた。1943年9月1日に、SS 賞尉に昇進したペイアソンは、その後、クロアチアから、 レニングラード戦線への移動を命じられた、ノルトラント師団と共に、レニングラード戦線へ向かった。1944年1月14日、ソビエト赤軍がレニングラードを包囲している、ドイツ軍の戦線を突破すると、現地のドイツ軍所部隊は、エストニアのナルバへの大却を開始した。この時、ペイヤソンは1月16日の戦闘で負傷して、構想され、 2月12日に野戦病院で一級鉄十字章を授与された。負傷から回復したペイアソンは1944年3月3日に中隊に復帰し、ナルバの戦いにおけるナルバ共闘法をめぐる攻防戦に参加した。その最中の1944年4月19日、第 11SS 装甲偵察大隊第3、中隊長。 バルター・カイザー SS 中尉が戦死し、ペイアソンが代行の中隊長となった。その後は別のドイツ人、SS 中尉が中隊式を引き継いだが、彼もまた戦死したため、1944年6月21日に SS 中尉に昇進していたペイアソンが7月11日付で、第 11SS 総合偵察大隊第3、中隊長に就任した。ちなみに、 ペイヤソンは、1944年5月から6月に、かけて、第 11SS 装、SO、甲偵察大隊が、エストニア北部のシルラ前において休養しているときに、独断で、中隊内のスウェーデン系エストニア人及び非常に、若い兵士の何名かが中立国スウェーデンへ、脱出するのを手助けした。これは、根治大戦における、ドイツの敗北を悟ったペヤソンが、 疲れきり、厳滅した若者たちを、絶望的な戦闘に強制投入する代わりに取った、措置であった。1944年8月、ソビエト赤軍が、エストニアのペープスコで攻勢を開始すると、13日に、ペーアソンの、第 11SS 総甲偵察大隊第3、中隊は、エストニアのダルトゥシにおける戦闘に投入された。この時ペーアソンは、 シュビムワーゲンに乗って偵察に向かったが、ある町の近くで2方面から、機銃装車を受けた。これ以上の進出は、効果なしと判断したペイアソンは、偵察を中止し、無傷で帰還した。1944年9月、ノルトラント師団が所属するドイツ北方軍集団は、エストニアから、ラトビア半島北部のクールラントへ撤退したが、10月には、 北方軍集団全体が、クールラント半島において、ソビエト赤軍に包囲された。リーバウの港は包囲されたドイツ軍部隊にとって、非常に重要な拠点であり、フェリックス・シュタイナー SS 大将の第三 s s 装甲軍団は、プレイクルーン周辺の前線を維持していた。第二次クールラント海戦の最中である1944年10月中旬、プレイクルーンで、ペイヤソンは、 ノルトラント師団長、ヨアヒム・ティーグラー SS 少将から直々に命令を受けた。当時のペイヤソンの伝令を務めていた民族ドイツ人、フランツ・ベレズニャーク SS5 長は、1978年に記した手紙で次のように述べている。1944年10月中旬、第 11SS 総甲偵察大隊第3、中隊の将兵は、 ラトビアクールラントのトレクニ近辺で繰り広げられた、戦闘で全滅に近い損害を被りつつも、戦区内で7両の T-34 戦車を、パンツァーファウストで撃破し、中隊長のペーアソンは、わずか12名の兵を率いた反撃で、赤軍兵100名以上を捕虜にするという戦果を挙げた。この功績を称えられ、 ペイアソンは1944年12月25日付で、ドイツ陸軍名鑑賞を受賞した。エアリンブラッド・デドイチェン・ヘレス・アウフ・デム・シュラートフェルド、ハーベンズ・イヒ・ディー・ヒベ・ソンデレ・タップ・ファー・キート、ハーバゲッテン、SS ・オーバースター・マフ・アラー・ハンス、ゲステ・パーソン、シェフ・デア・サン・コンパニエ。 SS パンツァーオーフクララングスアップタイラン11-25ディセンバー1944デアフューラー1944年12月31日夜マイナス30度の凍てつく気温の中ラトビアクールラントのリーバウ近郊のバンカスという村でペイアソンは1945年を迎えた 1945年1月、第3ゲルマン SS 装甲軍団に所属する、第 11SS 義勇装甲的弾兵士団、ノルトラントは、休養、補充、再編成のためにクールラントからポメラニアのシュテッティンまで回路交代し、2月に前線に復帰した。この時期のポメラニア戦線では、ヨーロッパ各地から集まった、多数の武装死に得た外国人義勇兵、 すなわち、デンマーク人、スウェーデン人、ノルウェー人、オランダ人、フラマン人、ワロン人、フランス人、ラトビア人、スイス人が、ソビエト赤軍と死闘を繰り広げており、ペイアソンは2月に、白兵戦勝銀賞を受賞した。3月8日、シュテッティンアルトダムでの戦闘の際、ペイアソンは、四季号に命中した敵の砲弾によって負傷した。ペーアソンは、 フランツ・ベレズニャーク SS5 町の装甲車によって一時構想され、後に戦勝賞銀賞を受賞した。1945年3月22日、ペイヤソンの第 11SS 装甲偵察大隊第3中隊に武装しに得たイギリス人部隊、イギリス自由軍団の隊員が配属された。ペイヤソンは彼らに装甲兵員輸送車一両と、 シュビムは原一量を与え、また、中隊の担当区域内に対比号を構築するよう、認じた。しかし間もなく、イギリス自由軍団の隊員の一人、トーマス・ハラー・クーパー SS 総長から、イギリス自由軍団が戦闘で役に立つとは思えない、部隊であることを詳しく説明された第11、SS 総工軍司令官、フェリックス・シュタイナー SS 大将と、ノルトラント師団長、 ヨアヒム・ティーグラー SS 少将の命令により、イギリス自由軍団は前線から引き抜かれた。その後、イギリス自由軍団の隊員の多くは、シュレース・ビヒホルシュタインに向かい、そこで彼らの同胞である、イギリス軍に投降した。1945年4月、第 11SS 義勇総合的弾兵士団、ノルトラントは、ベルリンの戦いに参加し、 廃墟と化したベルリニ市内でソビエト赤軍と紫外線を繰り広げた。この時、ペーヤソンは4月15日付で SS 隊員に昇進しており、また4月17日からはノルトラント師団司令部付の情報将校を務めていた。その期間中、ペーヤソンは師団長のヨアヒム・ジーグラー SS 少将から休暇を与えられ、 残留スウェーデン人の総会への援助を拒否するかどうか、スウェーデン大使館に様子を探りに行くよう指示された。1943年に武装新衛隊に移籍するまでは、国防軍の参謀将校であった、ツイグラー・ ss 少将は、強心とは無縁のリアリストであり、これ以上の戦闘が無意味であることを理解していた。すでに4月中旬に、 フェリックス・シュタイナー SS 大将と秘密裏に連絡を取っていたツイグラーは、ノルトラント師団の将兵や、外国人義勇兵をベルリンから脱出させて、シュレースビヒホルシュタインへ向かわせようと画策した。しかし間もなく、ツイグラーは、総統アドルフ・ヒトラーの命令によって、ノルトラント師団長の職を解任された上で、総統官邸に軟禁された。 ティーグラーの計画に協力したペイアソンも身柄を拘束されたもののペイアソンは釈放された。1945年4月25日、再び中隊長として古巣の第 11SS 総甲偵察大隊第3中隊に戻ったペイアソンはビルヘルム・モーン KSS 少将が指揮を取る総統官邸守備隊に4月27日付で編入された。ペイアソンは フランツ・ベレズニャーク SS5 長と共に、3両の SDKFZ250 を持って、各部隊の連絡役を務めた。5月1日、ペンエアソンは、民間人の服を着て、ティーアガルテンにある、スウェーデン大使館地下号に赴き、自分も含めた、武装親衛隊スウェーデン人義勇兵の生存者の、保護を求めた。当時、 スウェーデン大使館で牧師を務めていたエリク・ミルグレンは戦後の1993年のインタビューでこの時のことを次のように述べている。しかし、ペーアソンの期待も虚しく、スウェーデン大使館の外交官はペーアソンの要求を拒否した。やむを得ず、ペーアソンは再び軍服に着替え、戦闘に戻った。ペーアソンは戦後の供述の中で、 ベルリン市街戦で兵士たちが最後まで戦い続けた理由の一つを次のように説明している。1945年5月1日夜、ペアソンが所属する第 11SS 総甲偵察大隊はバイデンダマー橋における包囲突破計画を知らされた。ペアソンはこれまで生き残ってきた部下たちと握手し、別れの言葉を告げた。皆、戦争は終わった。 お前たち自身を救う時だ。そして5月1日から2日にかけての深夜、ペイヤソンは、ノルトラント師団最後の走行車両である s d k f z 2 5 1の一両を指揮して、ベルリン脱出を図った。他の一両は、フランツ・ベレズニャーク SS5 長が指揮を取っていた。ペイヤソンの走行車には、兵士の他に、婦人補助兵も登場しており、彼らは、 ベルリン市街の道路を進んだ。しかし、ペイエアーソンの走行車は、フリードリヒ通りで、ソビエト赤軍の砲弾が直撃した。これによって、乗員のほとんどが車内で死に、わずかに生き残った何名かの乗員は炎上する。走行車から脱出したが、運転手のスウェーデン人、SS5 長ラグナル・ヨハンソンをはじめ、彼らは降車後の戦闘で、次々と戦死した。 この時のペイアソンは負傷したものの、その場を生き延びることができた。その後、ペイアソンは、ベルリン地下鉄の高架下に走り込んだが、そこで遭遇した、赤軍兵に、手榴弾を投げつけられたため、コンクリートの壁の背後に隠れて、爆発から身を守った。地下鉄の構内から地上に出た後、ペアソンは、近隣の建物に逃げ込んだ。ペアソンが、 建物の一室に身を潜める間、彼を追ってきた赤軍兵たちは家具を叩き壊しながら建物中を捜索し、ペアソンと同じ建物に隠れていた2名の SS 兵士を発見した。その直後、ペアソンはその2名の SS 兵士が射殺される音を耳にした。幸いにもそれから2日2番、ペアソンは赤軍兵に発見されることなく建物内に、 潜伏し続けることができた。しかし、潜伏から3日目、隠れ場所から開花に移動したペイヤソンはそこで住民の老女と出くわした。彼女はペイヤソンに対し、初日の捜索以来赤軍兵は見ていないと言った。ペイヤソンは安堵の息をつき、建物から外に出て一軒の店に入った。店の主人はペイヤソン用の民間人の服を持ってくると、 約束したが、その間に、ペアソンが、窓から、外の様子を見ると、一人の老女が三人の、赤軍兵と共にいた。ペアソンが、大急ぎで、元の隠れ場所へ戻る間、開花から、赤軍兵の声が近づいてきた。ペアソンが逃げ込んだ隠れ場所のドアは無造作に開かれた、ままであり、赤軍兵たちは短期間銃の銃口を隠れ場所の奥に向け、 出てこいと言った。その時、ペーアソンは手で何か柔らかいものを掴んだが、それは、国防軍の菓し官の制服であった。親衛隊の気象がついたままの自分の軍服を、脱ぎ捨てたペーアソンはすぐさまその制服に着替え、国防軍の菓し官として、赤軍兵に捕らえられた。その後、ペーアソンは、捕虜収容所に送られたが、早い段階で脱走に成功し、 民間人の服を手に入れて再び、ベルリン市内に潜伏した。1945年6月2日、ペアソンは、第 11SS 総甲偵察大隊第3、中隊時代の戦友である、スウェーデン人、SS5 長、エリク・バリンと共に、ベルリン西部のナウエンへ向かう、牛乳配達車の荷台に乗り込み、ベルリンを出発した。ペアソンたちは、道中に、 様々な出来事を経験しつつ、ナウエンからハンブルク、デンマークを経て、最終的にスウェーデンに帰国することができた。ペアソンはスモーランド地方ベートランバで祭祀と再会した。ヨーロッパにおける第二次世界大戦が終結した後、ヨーロッパ諸国の多くでは、自国民の中の対独協力者に対する処刑、処罰が行われたが、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、 リヒテンシュタイン、ポルトガル、スペインにおいては、対独協力者に対する処刑、処罰は行われなかった。しかし、大戦中に、ナチスドイツ武装シに得隊に所属したという事実は、ペエアソンの私生活に少なからぬ影響を及ぼした。ペエアソンの妻は、デンマーク人の義父から、養子縁組を切られ、家を追い出されていた。さらに、ペエアソンは、 対戦の経験を克服することができなかった。妻のことによると、対戦から生きて帰ってきたペイアソンは、昔と同じようにはならなかったという。そして1949年、ペイアソン夫妻は離婚した。その後、ペイアソンは、ストックホルムにある、精密機器製造販売会社の営業社員として、働き、新たな家庭を築いた。なお、 1953年に、スウェーデン陸軍のある部隊が、軍事訓練を行った際、ペアソンは、独ソ戦での戦闘経験に基づき、彼らのために、ソ連兵の特性、行動、兵器などに関する講義を行った。ストックホルム郊外の共同墓地、スコーグスシュルコゴーデン1974年3月16日、ハンス・イエスタ・ペアソンは、ガンが原因で亡くなった。 満六十三歳遺没。ペイヤソンの遺体は、ストックホルム郊外のスコーグスシュルコゴーデンに埋葬された。今日、ペイヤソンの墓から50メートルほど離れた位置にある、教会堂の敷地内には、第十一 SS 装甲偵察大隊第三、中隊時代の戦友、エリク・バリンの墓石が置かれている。武装親衛隊武装親衛隊、イエスタ・ペイヤソンは、素晴らしい戦友であった。 誠実で、高気で、勇敢な彼は、軍事の知識と才能を豊富に持っていた。たとえ自らの命を危険にさらすことになっても、彼は助けを必要としているものを助けた。彼は、自分の部下と中隊に対する責任を担っていたからこそ、自分自身よりも、戦友の命の方を、重要視していた。そして彼はその責任を心地よく感じていた。彼は、 好感が持てる親切な男であった。私がこの良き戦友と最後に出会ったのは1944年のプレイクルーンである。ペイヤソニエスス中尉は鋼鉄の精神の持ち主でした。彼は左肩に縫い付けた青字に金のスウェーデン十字を誇りとしていました。指揮官としての彼は偉大な人物でした。しかし、サッカー選手としては絶望的でした。 ムンマッサレでの休養中、私たちは毎日のようにサッカーをしていましたが、私はいつもドリブルで彼を包囲したものです。それはさておき彼の人生についてです。彼は皆から厚く敬われ、信頼される人物でした。しかし、彼自身はどちらかというと他人との接触を少なくし、一人、でいることの方を好んでいたようです。 彼の明晰な思考は結果として常に前向きな決定を下し、若い兵士たちは彼のために地獄へ突き進むことを何も恐れていませんでした。ありがとうございます。